アジャコムガンの戸塚ヨットスクールズの皆さんです。チェッコリ、チェッコリッサ、ママママチェッコリッサ、このストロベリー級ってのはどういう意味なんですか。このストロベリー級っていうのは、僕の一応ポリシーで、一応ここに出た限りはストロベリー級をやろうと思って。ちょっとやってみたいと思います。ストロベリー級、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 危ない。竹社長に一言。行くで。行くで。じゃあ竹社長行くでの踊りを一つ。おたけし行くで、おたけし行くで、おたけし彼女いるの。いや、一応ね、人間っていうのは何だよ、ね、死ぬ時はいつも一人なんですよね。わーよ、生まれた時からだよ。そういう時、っていうかそういうクールな観念に基づいてあまりそういうことは彼女はじゃあ、作らない主義なんだ。待ってるで。今回のオープンチームの諸君、僕たちは次にやりました第1回のオーディションを訪れて、ハイエナのようにハイエナのようにハイエナが上がってきました。僕たちはこれから爆心し続けます。よろしく。アジャコング&アジャコングいろんなのいるな。名前がオーソドックスよ。山本太郎って名前。何そういう名前。あとの二人が本当に嫌な顔してたな。やだこいつのおかげでって感じだったもんな。なんで俺を誘うんだって感じ。もうやだな。この出たらがりのおかげでおいらまで恥かいたって感じ。なんでって必ず踊ってた。第2回高校生制服対抗ダンス甲子園出場チーム募集中。今後の予選開催地は九州、大阪、北海道、四国に決定。なおその他のエリアからの応募もお待ちしております。あなたの熱いダンスビートを見せてください。